あの私はコンサルティングとかプロデュースをしてまあ企業の新規事業のお手伝いをしたりあとまあ地域活性化のいろいろ仕事をしているんですけれども地方にはまだまだ何ですかね宝の山が眠っていてまあ今回この番組を通じてまあどんな展開できるかですけれどもまあ地方の方々がわからないことをわかりやすくしてあげたりその 実際に活動することによって、うんえー、その地域や商品が売れていったり、はい、みたいな形になるように我々の力でなんとか、えーえー、実現できたらいいなと思ってこの番組を考えました、はい、それでで私がいるわけですね確かに私も日本全国いろいろ回ったりとかしてますけれども、まあ、おっしゃる通り外から見ると本当にこう地元の人が気づいてない魅力ですとかですね宝とかね私もあの何度もそういうことを目にしてお話しすることも結構ありますね。 町おこしだとか、ねえー、地域の有,有志の方々が、はい、まあそれなりにこうやってこうやってこうということでまあいろいろやられるわけですけどもまあ うまくいくいケースもあるし、うんはい、また、ね、いろいろなその活動を通じても前に進まないというところもあるんじゃないかと思うんですね。はい、でその辺りを今後、まあ、ネットの方で情報を集めていったり、うん、こんな問題があるんだとかこんな課題があるんだっていうのを送っていただいて、はいはい、でまあ毎月のプロデューサーになる方々と一緒にその問題に対して議論をしていきながら解決できたらいいと思ってますし。はいはい、ネット上ではでき できる限りそれを継続的に議論し、うんはい、できたらなと思っているので、はい、るまあ片側においてオーガナイザーは私がやり、はい、それからプロデューサーは、はい、まあ今月は高橋さんにやっていただくわけですけれども、はいえー、ネット上ではさまざまな人たちがアイデアを出し合うってことができるとすると番組内で発信をした情報をもとに、はいえー、ネット上で、はい いろんな人がプロデューサー感覚で意見を言ってもらうとまあいうようなことができれば、えー、地域のために、はいえー、また活性化のためにもなるんじゃないかなという気がしますね。な、はい、なるほどなるほほどど あの僕はよく言うんですけれどももともとある価値をちょっと分かってないというか外から見ると例えば100年ぐらい歴史があるものとかでも、まあ、そこにただ作ってたりとか携わっている人たち見れば、まあ、当たり前のものなんですね。 でもそこを実はちょっとその背景みたいなものを掘り起こしてあげると、まあ、非常に、えーまあ、語れるべきものというか第三者に対して「いやこれは100年あって、えー、おじいちゃんおばあちゃんこんなにこう職人さんが、えー、手をかけて作ってる」とかですね実はそういったことを、まあ、外から聞くと、まあ、それがほとんど魅力だと思うんですけれどもそこはまあ語りきれてないみたいな。 まあだからそこのところを自分たちの価値を、えー、分かればですね、その発信の仕方だったりとか打ち出し方が、えー、分かっていくんじゃないのかなというふうには思いますね。うん、私なんか特にその人と人がつながりを持つ。えーはい、例えばある職人さんと。 今まさにそのデザイナーさんが出会って、はいはい、新しいものなんか作ろうよ、えー、と思ったらんかまたそ,うです、ね、そのねその100年前の技術と新しい感覚のコラボレーションがもっと素晴らしいものになって。 でき、そうですね、伝統のそのものも守れつつ、はいえー、新しいものに様変わりが、うん、されることでね、はい、商品としての価値が高まるみたいなのって、はい、まああるんじゃないかなと思うんですけど、はいえー、そのあたりどうですか？いや、もうまさにそうですね。うん、あのそういったその表現の仕方とかパ,ンパッケージだったりとか、そこちょっと変えてあげるだけですごく良くなったりとか、あともしくはでもそういったところもですね、今地場産業もですね、割とそういうところ気づいてですね、気づき気づき始めてまして、まあいわゆるその代替わりが結構 始ままってましてしです、ね、3 4 0代ぐらいの新しいその伝統を引き継いだ方々が今の感覚だったりとか現代のセンスを持ってものづくりをしてですね、まあ、それがあの成功しているとか、まあ、例えば、うんえー、京都であの開花堂っていう茶筒があるんですけれどもそれもそのただの茶筒なんですけれども、えー、まあ、えー、現代の日本ではそんなにまあ えー、お茶っていうものは飲まれてないかもしれないですけどそのお茶茶筒をちょっとカスタマイズしてちょっと縦長にしてですねパスタ缶にしたりとかですね要するに密封性が機密性が高いっていうそれを生かしてパスタ缶にしたりとかちょっとそういう現代の生活にちょっと合うようにアレンジしていきながらでも、えー、伝統の技術 を、えー、ちゃんとこう守って伝えて、えー、やってるっていう、まあ、そういう今恒例なんかもですね結構出てきたりしてますね、うん、はい実際にはですよねやっぱりその東京で物が売れることによって、えー、あ、はい、ここの産地に行きたいなと思わせるようなまた展開しなくちゃいけないのではい、はい、まずはちょっと知ってもらうっていうことが大切だと思うんですよね例えば富山だと富山でこんなにおいしい食材があると、まあ、それ例えばホタルイカなのかブリなのかわからないですけれどもそれがまあこの時期おいしいんだよっていうことをまあ知ってもらって、うん でまあ、東京でも食べれるんですけれどもじゃあ実際にやっぱ地元で地場で食べた方が絶対おいしいわけですから、まあ、そこまで、えーまあ、た東京食べ,食べておいしかったらじゃあその本場に行って、えー、例えばホルイカタル屋さん今まさに旬だと思うんですけれども、うん、え旬のものをその現地で食べるという、うん、まあそういうちょっと仕掛けをです、ね、やっていけたらなというふうふに、ね、思いますね。 観光地が連携した例ってあるんですかね小、はい、竜ルートといいましてあのいわゆる白川郷とかあそこと白,、えー、白川郷と飛騨、えー、高山と、えー、あと金沢、うん、この3つが要するにそのルートで結ぶと縦にこう旅していけるんですよね。だからその3 えー、二つのの市と、えー、白川湖の街ですねそれはちょっと連携した例だったりとかあと最近で言うとですちょっと面白いのが、ねあのー、九州武雄にですね、えー、武雄図書館という。 つたやさんがですね代官、はい、山つたやさんがあるそつたやさんがプロデュースした、えー、私立図書館が、うんえー、武雄市にあ,のありましてですね、まあ、それだったらその、えー、日渡市長なんですけどねその武雄市の、まあ、その、えー、図書館が、まあ、去年ちょうど1年前にできまして、まあ、話題になりましたと。うん、ででそことですね ちょっとまたぶっ飛んでる発想なんですけれども金沢21世紀美術館とですねあと北海道の旭川に旭山動物園、うん、この3つ3施設が連携してですねあのこの3つをこう、まあ、スタンプラリーに回ったら、まあ、その市から景品をもらえるとかですねちょっとそんなあの連携もあ,のあったりとかですね、うん えーまあ、それちょっと、あのー、場所が離れてるんでねあれなんですけどただ、えー、年間100万人以上来る、えー、施設が連携3つが連携したというところで、まあ、要するに日本人で生まれたからには、えー、ぜひ行っておきたいこう3つの施設というようなくくりで、はい、プロモーションしたりとかですね面白い事例もだんだん出てきてはありますね。 まあこの番組はとにかくまあ何でもありはありなんですけどできればその地方の問題をとにかく集めたいということとそれをうまく解決していきたいということとあとまあそこに関わる人たちというかまあいろんな人に関わってもらって。 みんなで何か解決してるよううなそいったものがいいかなと思ってるんですよね番組はダイアグラムなんですけどそのもう少し大きいサードプレイスという名前がついてるんですけどまさに家と職場の間にあるということでもう少しその趣味とそれから誰かのためになるようなそういったことを考えるスペースを作っていければなと思っているんですけどもね。 体験したことをもっとみんなが情報をアップして共有して、またみんなで楽しんでいくっていうのとか、なんか新しい観光地の発見なんかもいいかそうですね。はい、はいですかね、そういうもの。あのいいですね。それとか、まあ観光の仕方を発見するとかですね。あ、やり方、はい、やり方ですね。<ー>例えばそのまあ、えー、結構そのいわゆる本当に観光地として売り出そうとするところ。 ばっかりかというと、実はそうじゃないと思うんですよね。でも、まあ、例えばの一つの例なんですけども、富山高岡というところで。あの、いわゆる、その、同期、まあ、鋳物です。鋳物の産地なんですけれども。あの、そこは、最近、あの、クラフツーリズムと言い,いまして。ええー、鋳のその工場をですね、その、みんなで、こう、えー、ある一日、こう。見せて、公開する日がありまして。要すいわゆる、その工場見学みたいなものをですね。ある一日、こう、開いて。 はい、でその工場を見ながらであと美味しいもの食べて、えー、回るみたいなそういうことでやって、まあ、結構今人が集まってきて話題になってるとかですねありますのでまあなんかそれぞれの,あの風光明媚なところばかりじゃないのでその町に特化したものを生かした観光みたいなものも、えー 提案していけたりとかですね、あのあるといいかなというふうに思いますね。なるほど、ね。はい。そうするとあれですね、やっぱりこう見せ方みたいなことってのは結構大きいですね。はい、大きいですね。まあ、結構そこがいかにこうやっぱ素敵に見せてあげるとか、すた、素敵にこう伝えてあげる。っていうことが、まずは、あの必要かなというふうに思いますね。はい。まあ、そういう意味では、えー、ですね、いろいろ、なんか展開が。そう、そう。なので。でね、はい。 まあ募集をしながら一緒にやっていけたらなというふうに思いますけどもね。